勘弁してくれよ。落ち着いた。よかった。もう急に着くんだから。始めてます。今。やっと始められました。はじめます。全然繋がねえんだもん。やっと繋がりました。こんにちは。こんばんは。今もう外なんですね。すいません。ちょっともうね、始めようと思ってからなかなか下北沢です。ね、なんかすげえおしゃれになりました。こんなの下北沢でしょうか、果たして。下じゃないじゃないですかっていう、なんか、はい。俺の下北沢がこんなになりましたみたいな。俺のじゃないんですけどっていうことで、今お送りします。見てる人いる？あ、見るね。ありがとう。なんか本当繋がらなくて、ズームがまずなんか変な要求を出してくるっていう、見たことない人にすり替わってて、昨日までの人じゃ変わりましたみたいな感じだから全然入れなかったんで、直でやったんですけど、繋がらない、なんか知らないけど、ということで、ちょっと見づらいと思いますけど、始めました。とにかく11時台のうちにやっちゃおうという、やらないとダメなんですね。整ってないからやらないなんじゃなくて、もうその場でうちに帰れてなくても、今日もオープンマイクっていうのをスタンダップコメディで、アマチュアの人とか初めての人どんどん参加できるのをやってるんですけど、それいつも後片付けとかいろんな後処理で時間かかっちゃって11時から始められないんで、もうこうなったらもう Wi-Fi ポケット Wi-Fi 持ってきて下北沢でもうね、悪いやいないや外でやれるようにしようってことで、ごめんなさい、なんかこのなんだよこの光の加減が、ごめんなさい、なんか宇宙船にさらわれるみたいな感じになって、上から UFO 降りてきてるみたいな感じになってるんですけど、大丈夫でしょうこれ、脳にチップ埋め込まれちゃうんでしょうかっていう感じで、人気がいないですね、やっぱ11時ちょっと回るとね、当たり前なんですね、別にヒュー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 遊んでるばかりの脳じゃない人間は、家に帰ってね、ホッとする時間も必要だということで、下北沢、駅前からお送りしてます今日は。昨日まで富山にいまして、今日帰ってきて、ちょっと歯医者に行って、この歯医者大変なんですよね、歯医者で、ね、またもう大掛かりなことをもう一回手術やるんで、その、まあ、下地に行ったら、今日ただチェックしてもらうだけだったんで、傷口を。それがなんか、麻酔打ちますって言って、ちょっとね、軽くいじりますって言ったら、やめてくださいみたいな。自分が早く修理してほしいんですけど、手当てしてほしいんで、やめてくださいって言っちゃいましたけど、ちょっと明日に、命をつないだという感じで、今日やらせてもらってます。もう人も通る中ね、ポツポツと、近くに交番もありますし、あんまり大声も出せない。で今僕は向かいの車が、奥さんの車が来るのを待ってる間にやっております。これはこれでですね、ちょっと近づいているのをですね、シェアリングで見ながらっていうことになっていますか。皆さん元気ですか。そうです。昨日まで、お世話になりました。富山の方、から、魚津の方、みんなありがとう。新潟の人ありがとう、みんな。いいとこだった。ね、面白かった。ライブやりました。お客さんもみんなありがとうございました。からマルシェ。で飛び入りで僕がステージやったのを見てくれた人もありがとうございました。お母さん、ご参連のお母さん、それから、お父さん、若いお父さん、偉いです。あなたたちは偉い。本当に立派なことやってます。からミーアキャット連れてた、ペットでミーアキャット連れてるのを見ました。すごいね。いやーもうありがとうございました今日も。そういうことでね、もうね、本当はね、オープンマイクやった日はね、配信しなくてもいいんじゃないか、もうあれ配信じゃねえのって俺思ってるんですね。全力尽くしてますから。今日久しぶりにガス欠で。最後の挨拶とかもういいか、もう帰ってとか言いそうな。そこでまだ喋るかってことで、人は喋るんだな俺はっていう、ちょっとね明かりの感じが、ちょっと後ろにどういうところかって、後ろにね奥の方に見えるのがですね、あれこれ何これ、どこ、交番があるはずなんですよ。でここの今僕の背景の後ろなのが金子ボクシングジムじゃないな、全然違う、セントラルスポーツクラブです。昔ここに入ったことありました、やめましたけど。というので下北沢ですね、もう知ってるところと知ってないところが増えます。もう街も変わってます。最近は、こんなの下北沢と言えねえよみたいな、昔の下北沢はこんなんじゃなかった、もっとな、なんだよ、もっと汚くてなんか入りにくくていこじでなんかパッサパサだったよ、じゃあ変わってよかったじゃねえか昔より今のがいいじゃねえかってことなんです。年取ると良くないよ、新しいことオッケーしないと。今日もね、初めてスタンドコメディやる女性の方もいらしたし、いろいろやっぱりどんどん増えてきていくから、面白かったです。上地くんっていう男がいてね、前はもう本当に落ち着かない、もうせっかちに喋ってわっすばりしてた男がですよ、今日ちょっと面白くなってってね、面白いね、腕を上げたねって言ったら、でしょだっていいね、そういう謙遜がない感じもストレートで今日は、はい。で今日僕はニュースで言いたかったこともいくつかありまして、
習近平のことなんです、この下北沢を背景にみたいな。なんかさ、ゼロコロナをさらに強化するとか言ってさ、ね、いい加減国民の方からブチ切れ寸前って言うんだけど、それはちょっと中国の人も本当に自分の国に対して納得いかなかったら立ち上がってください、もちろんお願いですから。そうじゃないとこっちに来るんで、立ち上がってちょっと戦ってくれるかなって本当思いました。その人権問題もありますけど、自分の国の問題だから自分たちでちょっと頑張ってよと。気に入らないんなら経済に勤しんで政治的なことには口を挟まないんだっていう中国の富裕層もいいですけど、やっぱりお前の国だからお前でやってくれよ。習近平が気に入らないんだ、ちょっと立ち上がってくれと思います。じゃないとこっちに矛先をやってごまかそうとするから、やつらはって。俺はちょっと思ったのは、今日乱暴な言い方になってますけど、習近平だって春になっちゃったよ。習う近平ね。習近平って人はゼロコロナってよくわかるわ。本当に余分なことが嫌いなんだよ。自分の思いのままにならないことが嫌いで。でも考え方として、コロナのウイルスを根絶するなんて、もうウイルスってものが分かってない。根絶できるものなんじゃないんです、ウイルスって。うちの奥さんが来た。やべえ。もう帰らないといけない。ちょっと下北沢から移動室でいいですかね。続けてやります。じゃないと怒られるからね。すいません、もういろんなことを抱えながら、言いますよ。ちょっとこれもう移動しながらになるんでね。すごくないですか、そういうの。もう生です、生です。だいたい見てください、僕の今日の。こうやってキャリーバッグもあるんです。ほらキャリーバッグ、ほらね、これすごい状態。旅帰ってきてそのままでやってるんですからね。今通り過ぎちゃったんだよ。あーもう待っててくれないんだもん。なんで通り過ぎちゃうの。ごめんなさい、もうそれはそうだよね。全部俺の都合通りに行くわけがない。俺の方から合わせるべきなんです。習近平の話続けながらでいいですか、すいませんが、忙しくて。なんかさ、ゼロにならないのよ。もともと人間の体の中にもウイルスができてて、それは細胞に入ってんだから、そのなんか生命に対する理解が足らないやつはトップ行くな。もうなんかさ、ウイルスが邪魔だとか、そうじゃないんだよ、お前が邪魔なんだっていうかね。もうその子供みたいな言い方するけど、ウイルスっていうのはもうあるんだよ、なくなるもんじゃないわけ、共存するしかないわけで、その考え方だからやっぱり異分子を排除するんだなと思いまして、やっぱり普段からね、みんなで遊んでないやつはダメだね、すぐ独裁者になりたがるからとちょっと思いましたよ。面白くない、面白くないないです、ゼロコロナなんて。そんなことが通るわけがないんです、ね。そういうふうに思いながらですね、今日オープンマイクに初めて出た女の子が言ってましたけど、面白いと。みんな全然違うんですね、バラバラだもん。それがいいんじゃないですか。スタイルも別々、仕事も別々、ね。個人は別々なんです。そういう人ができるだけいて、スタンダードコメディやるから意味があるんじゃないのなんて思いましたよ。ありがとうございます。来ました、ただいま、どうも。さっき通り過ぎたの分かって、だけど声かけられた。いや、見えてたの、見えてたの、俺。だから、ちょっとこれね、荷物を。皆さんもう車に乗りながらちょっと配信に付き合ってくれるのは嬉しい。ちょっとこのメイキングみたいな感じで。いきますよ。皆さん。よいしょ。もう、やってた途中で来たから、待たしちゃいけないと思って。そうなの。ごめん。やってる。出んのよ。真っ黒だ。あれだったっけ、懐中で非常用の非常と、ごめん、そんなにうわーもうって言わないで、完全にへこむから。わかるけど、ごめん、ありがとう、迎えに来てくれて。あーもうって言われるとそれ弱いから、ありがとう、ごめんね。本当にね、よくしてもらってるから、皆さんから見たらお前はね、ね、かなみちゃんに何もかもしてもらってて、お前なんかがちょっと言われたことでガタガタ言うなと思いでしょう。僕もそう思ってます。はい、ありがとうございます。車に迎えに来てくれるなんて、あれです。これいい、ね、いいですね、これね、これでいいよね。これダメかな、交番の前通るときは気をつけなきゃダメ。あ、下からちょっと怖い人になってますけどね。むちゃくちゃうちはね、警察のことビビってるから、何にも悪いことしてないのに、警察が来た、ヒロシ警察が来たよ、なんかしたのかよ俺たちは。よ、ずっとお尋ねもんか俺たちは。いつになったら俺たちが安心に暮らせる日が来るんだ。何にもしてねえんだから、警察がいるって。交番の前通るから、うるさい。いやだ、悪いことしてないでしょよ。なんで片身の狭い思いして生きていかなきゃね。犯罪者なの、代々うちは。っていうか、おまわりさんがいるからね、息を潜めて生きていくのは嫌だよ。なんで息潜めて生きていかなきゃいけないんだよ。ということでね、
今日僕も久しぶりに東京に戻ってきまして、興奮ですね。本当ありがたいです。俺みたいな人間をね、車で迎えに来ていただいて、そんなね、もっと頑張んなきゃダメですね。そういうね、生活だよ。習近平聞いてるか、習近平、俺の YouTube チャンネル登録しろよな。いろいろ教えてやっから。お前面白くない、何しろお前と飯食っても絶対面白くないから、習近平。なんだかトルドー首相にさ、カナダの急に人前でダメ出ししたりして面白くないんだよ。お前は一番問題なのは、独裁者は面白くないんだよ。お前多分さ、本当にあの顔色見てネタ変えたことないだろう。お前がなんか一言言うとさ、キム・ジョンもそうだけど、みんなそういうやつらは、プーチンも笑うようになってくから。本当笑ってないからな、お前の冗談で。もうちょっと顔色見て、お前も部下とかの笑わせてみろ。本当にまっさらな状態から、その地位とか権力とか独裁的なね、逆らったら殺されるかもしれないってことで人から笑いを取るのはもう最悪だからな。オープンマイク来たらそんな通用しないぞ。下北オープンマイクとか、この屋根裏のオレンジのオンラインオープンマイクなんかな、何しろ顔が見えないんだからな、オンラインでやってると。客のみんな最初はな、こんなはずじゃなかったってネタが飛ぶんだよ。分かったか、習近平っていうことですよ。はい、ありがとうございます。え、もうおまりさん通り過ぎた。もうすぐおまりさんいるから身を捨ててくれって。だから俺たちは何をしたんだよ。どうしてそのビクビクしなきゃいけないんだ。税金だって払ってるんだねえ。今言いながら、ちゃんと払ってたっけとか思っちゃいました。どうですか、東京帰ってきました。富山、魚津、それから新潟の皆さん、ありがとう。本当に本当にお世話になりました。もうからもう本当、局長さんお世話になりました。魚津の、それからバナナの恩返しさん、七穂さんねえ、チュラタンさん、お店のみんなありがとね。から愛好と書いてホットさん、愛好と書いて愛の光と書いてホット、すごいな、欲張ってんな、キラキラネームだ。そして、昨日の場所お、ありがとうございました。もうそしてもうなんかいろいろ、六度さんありがとう、太陽コーヒー焙煎本舗さん、陳大英さんありがとう、みんなありがとね。本当に、なんか、アルファマンホテルありがとう、ただ泊まってただけですけどありがとね。テレビのない部屋ありがとうございましたテレビがないのも楽しいもんよ。お風呂入れなかった、打ち上げしすぎた、大浴場入りたかった。いや、いろいろ新潟ありがとう。本当に酒井さん、酒井たくさんありがとうね。酒井たくさんやってる子ども食堂って本当いいからさ、ちょっと応援しようよみんなね。新潟面白いよ。それからリリカルさんありがとう、そこのタレントさんみんな、りょうくんありがとうね。それからあっちのでお会いした司会議員の皆さん司会議員の皆さんが俺、そういうのはみんな人間だ、おい人間、ザ・ヒューマンということで、今日ここまで、よろしくご挨拶させてくれよ。もう本当にヘトヘトさ、なんか今日はヘトヘトの時こそよく喋るね。名前を読んでくよ。ちょっと見えない、もう老眼で見えない山本さん、花田さん、炭素繊維さん、三浦さん、 B 型親便さん、 TH さん、見てくれてありがとうね今日ね。トウモコさん、元木さん、僕も明日いいねいいね、皆さん後でメッセージ見ますから。今日はもう細かいことはない、いくらし山本子さん、それから鹿俣さん、キョッキョさん、キョッキョさんありがとうね、ダーリアさん、あと田舎の川澄くん、あんだひえいね、生命に対して理解のないものはトップにいるなって言って、はいって言わないんだあいつらな、理解もないくせに。トップに言える理解のないやつら、バーカバーカ独裁者ブー、この無力さどうですか。これはこれで面白い、炭素さんありがとうね。もうすごいよ、もうやっと来ました。白山さん、白山さんもううち帰ってんの、すごいね。さっきまでやってたのに、カレンダー今度売ろうね。白山さん今日面白かったよ、今日ね。笑いを忘れてなかった、いつもはね白山さん笑いを忘れる時があるんだよね。そういう時俺下がり前、俺八の字になってるから前気をつけて。今日面白かったよ、今日みんな面白かったな。オープンマイクだんだん面白くなってきて嬉しい。ラブソングさんありがとう、オカメンコさんありがとう。今日はだよそうだよ、休みさんこんばんは。もうそろそろ終わるね。なんかこれね、怪しげな車になって、なんか中で光蓄えてるやつがいるみたいになってるから、今日切るよ。以上だよ、以上だよ、ヒューヒューだよ、じゃねー。以上、息を潜めて生きる、闇に隠れて生きる妖怪人間夫婦でした。では皆さんもお達者で、では
どうやって消すの？よし。消した。バイバイ。